今回はスノーマンの9枚目のシングル「デンジャーホリック」のプロモーションビデオで見せた目黒蓮さんの新たな魅力を徹底解説していきます。今までの目黒蓮さんとは一味違う部分をぜひ楽しんでください。今世紀何しても決まる男とキャッチフレーズがついている目黒蓮さん、その言葉通りデビュー後から今までの活躍はご存知の通りで、スノーマンの広告塔として高い人気を誇ってきました。とにかく何をしてもかっこいい、クールでスマートなイメージが定着してきた目黒蓮さんですが、目黒蓮さんがジュニア時代バックについていた嵐のメンバーは、目黒は3枚目イメージだったと語っています。今やアイドル界で最も2枚目とも言っていい目黒蓮さんが3枚目とはと驚いていましたが、今回デンジャーホリックのプロモーションビデオを見ると理解することができるかもしれません。今までに発表されたプロモーションビデオと今回の目黒蓮さんは少し様子が違う気がします。今までのプロモーションビデオではアイドルスマイル全開というよりは流し目で静かに笑うような印象で、ダンスの流れも振りと振りの間がしなやかにつながっている印象を受けました。デンジャーホリックの前に発表されたパワーも軽快な曲ですが、目黒さんは今までと同じスタイルを貫いているように見えます。軽快なダンスでもその動きはしなやかで美しさを感じていました。しかしデンジャーホリックの目黒蓮さんは今までのしなやかでクールな姿とは一味違った気がします。ダンスのうまさはもちろんですが、一つ一つの動きに区切りのようなしっかりとしたとどめが入っていて、しなやかさより力強さを感じることができました。流し目は健在でしたが、どこかいたずらっぽく笑う表情は曲の世界観にぴったりハマっています。腕相撲を挑み戦うことなく戦線離脱してしまう様子も3枚目キャラな目黒蓮さんを見ることができました。歩き方も大股でどしっと構え、男らしさが全開です。その姿はこの曲を心から楽しんでいるようにも感じました。楽しむって勝ちでしょというキャッチフレーズであるこの曲の世界観を目黒蓮さんなりに表現しているのかもしれません。そして衣装にも注目が集まっています。2023年7月15日に放送された音楽の日でデンジャーホリックがテレビで初披露されたのですが、その時の目黒蓮さんの衣装にめめ、ルパンじゃんという声が多く上がっていました。赤いジャケットに長い足がまるでアニメキャラクターのルパン三世を彷彿とさせていると言われています。そして衣装のイメージだけではなく、曲中の目黒蓮さんのキャラクターもルパンに近いものを感じます。ルパン三世のキャラクターに例えるなら、今までの目黒蓮さんがクールで照れ屋の次元大輔であるとすれば、今回の目黒蓮さんは明るくダイナミックなルパンだと思います。クールでスマートなイメージからポップでダイナミックなイメージとのギャップに驚いた人もいるかもしれません。しかしそれこそが目黒蓮さんの魅力と言ってもいいでしょう。普段一人でインタビューを受ける際は真面目でクールな受け答えが多い目黒蓮さんですが、グループでインタビューを受ける際は隣に座ったメンバーとじゃれ合ったり、急なギャグの要望に答えたりする場面を見ることができます。それスノーマンにやらせてくださいでも、ザリガニを素手で取ったり、手に持った虫を虫が苦手なメンバーに近づけて追いかけたりするといういたずら好きな一面を発揮し、アイアム冒険少年でも作業をしている向井康二さんの後ろで爆睡したりと自由な行動をとっていました。真面目な性格はもちろん嘘ではありませんが、そのような少年っぽさや自由な行動も目黒蓮さんの持ち味と言えると思います。そんな目黒蓮さんの中学時代はやはりやんちゃなエピソードが語られていました。2023年3月に放送された A スタジオで目黒蓮さんの中学時代の担任がコメントを出しています。中学時代、合唱コンクールに向けてクラスで練習をすることになったのですが、なかなかクラスがまとまらなかったことを明かし、目黒はうるさかった、後ろで何かやっている時があると言ったそうです。そんな目黒蓮さんに担任の先生は、最近調子に乗ってるよね、そのうち雷が落ちるよ俺の、と言ったそうです。そして合唱コンクールに向けて指揮者をクラスで選ぶ際、先生はクラスの中でも優秀な生徒に任せたいと考えていたそうですが、なんと目黒蓮さんが立候補したとのこと。結果目黒蓮さんが指揮者を務めることになったそうですが、練習や本番を通じて目黒蓮さんは劇的に成長していったと語っていました。
目黒蓮さんは中学年からジャニーズ事務所に入所し、ジュニアとして活動していましたので、他の同級生より思い出が少ないことから立候補を決めたそうですが、思い出作りだけでなく自分自身を成長させるきっかけにもなったようです。そして、目黒蓮さんといえば、ルックスからは想像もできないほどの天然発言をすることでも有名です。中学時代の担任の先生も、目黒はとにかく勉強ができなかったと話していました。大学へも進学しますが、やはり勉強は苦手だったようです。今回紹介しているシングル DANGERHOLIC は目黒蓮さん主演ドラマトリリオンゲームの主題歌に起用されています。このドラマで目黒蓮さんは世界一のわがまま男という役柄を演じているのですが、今までのドラマや映画で見てきた好青年のキャラクターとは180度違う役で、目黒蓮さんの俳優としての技術の高さを知ることになりました。ドラマの制作発表で自身のわがままエピソードを聞かれた際、僕のわがままはゼロですと答えていた目黒蓮さんですが、共演者の佐野勇人さんから撮影の差し入れをラーメンにしようと思い SNS に投稿したら、それを見た目黒くんからシュークリームがいいと電話がかかってきたと明かしていました。わがままというかは微妙なところですが、スノーマンとバラエティや YouTube 動画に出演する際もこのように自分の意見はしっかり言うという場面をよく見ることができます。一人での仕事では比較的控えめでニコニコしていることが多いので、それを知ってからメンバーと一緒の場面を見る人はやはりギャップを感じるかもしれません。デンジャーホリックは自身のドラマ主題歌というだけでなく、スノーマンとして9枚目のシングルとなり、スノーマンのメンバーが9人ということでかなり思い入れが強い曲になったようです。9人、究極の9枚目とも言われていて、節目の曲にふさわしい力強い曲調と今までとは違ったメンバーの表情を見ることができるでしょう。その中でも目黒蓮さんはひときわ変化を感じさせてくれました。目黒蓮さんはジュニア時代夢ノートをつけていて、そのほとんどが叶っていると言われています。誰にも見せたことがなかった夢ノートの内容を以前テレビで語っていました。モデルの仕事がしたい、メインでドラマに出たい、滝沢歌舞伎で主演を演じる、東京ドームでコンサートがしたい、デビューしたい、 CD を発売したい、映画に出演する、スノーマンが国民的グループと言われるようになる、これは一部ですが、その他の夢についても現在ほとんど叶っているようです。このノートは2年以内にデビューすると決めて書いていたそうですが、実は期限を設けて叶わなければジャニーズを辞めるという選択肢も考えていたようです。今こうしてデビューを決め、グループとしても個人としても圧倒的な人気を獲得している目黒蓮さんは、今まで一つ一つの仕事に全力で取り組み、一歩一歩進み夢を勝ち取ってきました。今回はスノーマンの2023年9月発売のシングルデンジャーホリックのプロモーションビデオについて、目黒蓮さんにスポットを当てて紹介しました。スマートでクールなイメージから一変し、ポップでダイナミックな表情を見せてくれた目黒蓮さん。グループで活動する場面や学生時代のエピソードから、真面目さの中にも面白さやユーモアがある人だということも知ることができます。今までの目黒蓮さんも、新しい表情を見せてくれる目黒蓮さんも、どちらも素敵で、やはり今世紀何しても決まる男であることを実感しました。今回はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価をぜひよろしくお願いします。